あら、いやだ、思ったより偏僻な星ね。おい待ってたよ。何やった、話して話しなさいよ。話さないさあ帰ろう、星の世界へ帰ろう。何言ってんのよ、ちょ、本当苦しい。じゃあ戸締まりよろしくね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お先です。なんか最近多いよね、宇宙人とか怪獣とか。まあな、でもその度にウルトラマンも現れる。かっこいいよね、ウルトラマン隊が。あと最近現れたもう2体、あれも何なんだろうな。タイタスとフーマですね。そうそう、タイタスとフーマ。ってなんで名前知ってんだよ。あ、いや、僕の情報もなかなかでしょ。ほー、本当なんだよ。迎えが来るのずっと待っていたんだよ。まあだったら私が連れて行ってあげないこともないけど。本当？ええ、もちろん。ただし行き先は私が決めちゃうけど。やめなさい。宇宙人に襲われるのも初めてよね。ショックだろうけど落ち着いて。ちょっと余計なことしないでよ。やってくれたまで地球人。いや、ほら怒らせた。とにかく逃げないと。早く。ちょっとお待ちなさい。足がまだ痺れて、もう最悪。この地球に宇宙人が密かに暮らしていることはあまり知られていない。これはそんな星で出会った若者たちの奇跡の物語である。誰かに笑われたって変わらない自分の信じるもんの貫け。社長、話してよ。僕はあの人と行くんだよ。いいからちょっと落ち着いてって。ケーキ悪いんだけどお茶でも入れてくれない？はい。一体どういうこと？何があったの？50年くらい前にね、地球人の友達ができたんだ。星が大好きな青年でね。で、彼に言ったんだよ。綺麗な星の世界に連れてってあげるって。地球人の友達って、おじさんは地球人じゃないんですか？うん、そうだよ。でも結局彼は踏ん切りがつかなくてね、うだうだしてるうちに僕まで星の世界に戻り損なっちゃって、それ以来ずっと迎えに来てくれる円盤を待ってるんだ。なんかちょっとさんくさくないですか？え、そう？いいじゃん、夢があって。そうですか？
何でもかんでも疑っちゃダメ。ここで働くならなおさらね。いや、とにかくもう遅いし、何かと物騒だし、今日は泊まってって。ひろゆき毛布。はい、あ、いいよ、悪いから。いやいや、何言ってるの。明日また改めて話聞かせて、ね。ごめんなさいね、待ったでしょう。なーに。一応自己紹介ね。時空を股にかけるヒットマン、ガピア星人のアベルよ。あなたが依頼者の桐崎ちゃんね。ああ、ずいぶん派手にやるらしいな。まあね、兄貴に似せて作らせたこの特注のボディにかかればどんなやつでも一かないよ。しかも今回の標的は兄貴を殺したウルトラの一族というじゃない。できるだけ追い込んだ上でことを運んでほしい。了解。それじゃ契約成立と言いたいところだけど、そんなおぶすな顔じゃやんよ。あるんでしょ、真の姿ってやつ。さすが名打てのヒットマン、見透かされたのは初めてだよ。あらやだ、あんたもウルトラマンなんじゃない。昔の話さ、今はしがない悪魔とでもしておこうか。悪魔との契約、やだ、ドキドキしちゃう。長いな。照れちゃってかわいい。近いうちに吉報をお届けするわ。取れない。そうだ、こっち来た時にちょっと変な輩に姿見られちゃって、先にそっち片付けさせてくれる。構わないよ、せいぜい苦しませてやるといい。大丈夫だからね、ちょっと待っててね。この子が研究所行きなんて納得できません。外事 X 課の仕事は事件の解決までだ。宇宙人の処分については関知しない。これは上の命令だ。そんな。さあ行こうか。ほらこっちおいで。ああ、いい子だ、いい子だ。ああ、いい子だ。ほらこっちおいで。ほら、ああ、いい子だ。さあ行こう、ね、え。パパとママのところに行くの。うん。お家へ帰れる？そうだよ。パパね、私を綺麗な星の世界に連れてってくれるんだって。そうか。ちょっと待って、ひろゆき、起きて。ひろゆき、おはようございます。ちょっと、いやいや、寝ぼけてる場合じゃないから。あの人がいない。え、ああ、どうしよう。私はこの辺りを探してみる。ひろゆきはピリカに連絡して。わかりました。どうしよう。ああ、よく公園で星を見てる。あの人ね、うちの子供が土手でキャッチボールしてたら急に混ぜてくれって言ってきたらしいわよ。やだ。でその時に、うん、自分は次元を超えてきた宇宙人だって言ったらしいのよ。意外、それ小雪。わあ。何かしたんですか。ああ、いや別に。ありがとうございました。すいません、そんなに悪い人じゃないと思いますよ。探したよ。放っといてくれればいいのに。そんなこと言わないでよ。何か力になれるかもしれないし。おかしな人だな。この星に来てから随分経つけど、そんなこと言うのは君が初めてだ。そう？
まり楽しい50年じゃなかったからね。誰もまともに話を聞いてくれないし、それに比べたら星の世界は素晴らしいもんだよ。でも長いこといるんだし、何か一つくらいあるんじゃない？地球のいいところ。そばが美味しいくらいかないいじゃない。え、かけ派？森派？それは断然森だよ。私も同じ。打ち立てのやつを辛めのつゆで。そうそう、薬味なしで。それを勢いよくズーってすするんだよ。その喉越しと鼻に抜ける香りときたらもう それぐらいしかないよ。だから私が連れてってあげるって言ったのよ。目撃者は消す。これヒットマンの鉄則ね。やばいやばいやばい、カナちゃん見つけたんだけど、かなりやばい。プリカさん、場所。逃げて逃げて、じゃないと当てちゃうわよ。ここに隠れて。もういいよ、あんただけ先に逃げてよ。そばの本場といったらやっぱり信州よね。え、何こんな時に。無事に生き延びたら一緒に行きましょう。え、やあ、お、よっくりしょっと。おてんばもほどほどにしないと可愛いがないわよ。大丈夫か。さあ、お祈りの時間よ。もう一度あの青年に会いたかったな。まだ終わってない。本場のそば食べなくていいの？いいよ、あの世で食べるから。私は諦めない。まだまだやりたいこともあるんだから。お祈りタイム終了。じゃあグッバイ。とさせるかよ。大丈夫ですか社長。グッドタイミング、さすが私が見込んだことだわ。調子に乗るんじゃねえっつーの。マジかよ。踏み潰してやるから。変身だキルヒ。あ、行こう。ダイガー、カルミ、光の勇者ダイガー、バディーゴー、ウルトラマンタイガー。本命はこっちってわけか。悪いけどネチココイコモより頼まれてるから恨まないでよね。なんと、それゲロマルミエ。
える力は遠慮なく使うがいい。私がやろう。鍛え上げた筋肉が銃弾にも勝ることを見せてやる。カム力の賢者タイタス。ウルトラマンタイタス、巨人だそうよ。戦いで街がどんどん壊れていく。もっと穏やかに事を運べないのかな。星の世界へ帰りたい。ねえ、それって本当にあなたの本心？鍛え方がなってないな。私は適切なトレーニング方法を教えようか。何よ、ダサい星つけちゃって。貴様、U40 の勲章をバカにする奴は許せんぞ。ファンタスティックアベルフィクション。あんたたちに見られてからどうもケチがついたのよ。カワレだな、消えちゃいなさい。なんだよ、邪魔よ、挟まっちゃおう。いってえな、セリア。何を、ありがとう、ウルトラマン。頑張って。なんでそんなに他人のために戦えるの。ウルトラマンも君も。前に星に帰りたかった宇宙人の子供に会ったことがあってね。でも私はその子を救うことができなかった。それが今でも心残りで。だからあなたのこと余計に放っておけなかったのかもしれない。そういえばまだまだやりたいことがあるって。地球をあなたみたいな人も自由に生きられる星にしたいの。地球人はそんな世の中を作れると思うかい？少しずつでも変えたいと思ってる。残像だ。そのノリか。セイヤ、今だ、ヒロキ。カム。ビクトリーレッド、コネクトオン。はっ。ぐわっ。衛星光発手裏剣。こんなやられ方、兄貴めっぽい。せいや、
球もまだまだ捨てたもんじゃないでしょ。どうだろうね。せいやっち。いやあ、君か。長いこと待たせてしまったね。そうだね、随分と待ったよ。さあ帰ろう、綺麗な星の世界へ。星の世界か。どうしたんだい？やっぱりやめとくよ。え？友達と言えるかわからないけど、そばを食べに行く約束をしたんだ。本当にいいのかい？うん、もう少しこの星で暮らしてみるや。懐かしい円盤が来たね。さようなら。さようなら。気づいてないかな、そう光の中キラリ生まれた僕らの眼差しを繋いで、明日へ放つ物語。太古の伝説が残る地図から消された村、クズリュウ村。とあるネットアイドルの依頼でこの村に同行したひろゆきたちだったが、そこには恐怖の陰謀が渦巻いていた。次回、ウルトラマンタイガ魔の山へ。金髪野郎、覚悟しな、俺はお前より早いぞ。